さあ今回はサラダを使ってやっていきたいと思います。サポートキャラにはボルトを連れてきたんでね、合体奥義見せれればいいと思うんですけど、まあ難しいんですよね。あれ見せようと思うとちょっと隙が出るっていうか、いろいろ条件とか合わせないといけない。うーい、ああ、はい、うい、ああ、待って、アマテラス螺旋岩、よーし、代わりに全部使っちゃったんだけど、こっち来い、こっち来い、オーケー、あぶねー、来いよ、ボルトの螺旋岩は消えるからね。やべ、相手キャラ変えてくるから、なんかどれがどれか分かんなくなるな。はいはいはい、やべ、あぶねー、サポートキャラの攻撃当たるかと思ったわ。あー、やばい、変わり身ないんだった。うーなんかこんなクソ小さい女の子は超時吹っ飛ばしてるの見ると笑っちゃうんだけど、ただの体当たりで大戦、覚醒はさせないよ。どんだけ超何回このこの試合で超時何回吹っ飛ばされるんだよ。草生える、いやー、やべ、螺旋、あー螺旋が当たんなかったんだけど、待って待って、最初の1本目ちょっと笑っちゃって集中できないわ。行こう、まだ全然奥義も当ててないよ。当たれ、やべ、あぶね、長いよ、あー超人螺旋、あれーですよね。それじゃ、ちょっと待って、あ、なんか向こう行ってくれた。チャクラを貯めさせてください、来いよ。あれ、おい、螺旋が今絶対 0.5 秒ぐらい早かったら打ってたろ。あ、変わり身、はい、よーし、やっぱ手裏剣うめえな、ウチャだからか、ちゃんだろうが、来いよ、ほい、あれ変わり身なかったっけ。さっきからボルトの無駄打ちが目立ちますね。最終戦、あー、やべ、打たしてくれないんだけど、いやマジか、代わり身の、くっそ、あー今のでもがほっといてもガードブレイクしてたからな、やべ、こんの野郎、危ない危ない、やばし、うっそ、やべ、やられたわ、まずい、これはまずいですね。あっちゃー、今や、オッケー、いける、オーケー、最後とどめさせたのボルトだろ、大戦かな。というわけでね、今回はサラダを使ってちょっとグダグダになっちゃったんですけど、戦ってきました。まあ合体奥義はね見せれなかったんで、また今度使うかもしれないんですけど、今回はここまでということで、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。